皆さんはアインシュタインと聞いてどんな人物をイメージするでしょうか。天才物理学者、相対性理論、有名な方程式を思い出す人もいるかもしれませんね。実はかなりの親日家で、戦前には日本を訪れ、当時の料理や町の人々をとても気に入っていました。さらにブラックホールの存在を歴史上初めて予言したのもアインシュタインでした。今回はアインシュタインが一体どんな人だったのか、日本のことをどう褒めたたえていたのか、そしてブラックホールをどのように予言したのかについて紹介していきます。アインシュタインという名前は、天才物理学者として世界的に知られています。革新的な理論と深い洞察力で物理学の世界に偉大な功績を残しました。アインシュタインの業績は現代科学においてもなお重要な影響を与え続けています。アインシュタインは1879年にドイツのウルムで、父ヘルマンと母パウリーネのもとに長男として生まれました。幼い頃は言葉の習得が遅く、静かな子供でしたが、この沈黙の期間が彼の豊かな想像力を育てたと言われています。アインシュタインは6歳の頃からバイオリンを始め、その後も生涯を通じてバイオリンを愛し続けました。特にモーツァルトの音楽に深い愛情を持ち、彼の作品を弾くことに情熱を注ぎました。バイオリンは彼の生涯の趣味となり、その演奏技術は非常に優れていたと言われています。9歳の時にピタゴラスの定理に出会い、その証明に深く魅了されました。彼は寝る間も惜しんでピタゴラスの定理を証明したそうです。そして12歳の時にはユークリッド幾何学や微分積分、高校生で学び始める分野をなんと独学で学び始めました。小学生の頃から数学を独学で、しかも楽しみながら勉強するなんてすごいですよね。この時期に彼は数学のみならず、天文学や物理学にも深い興味を持ち始めています。特に彼は家族の友人であるマックス・タルメイから天文学について学ぶ機会がありました。この出会いはアインシュタインが宇宙に関する探求を深めるきっかけとなり、後の彼に大きな影響を与えたのです。そして17歳でチューリッヒ工科大学に進学。この大学は2022年度の世界ランキングで8位にランクインするほどの名門です。アインシュタインは興味のある分野ではとても優秀な成績を収めましたが、興味のない授業には出席すらせず、全般的にはあまり真面目な生徒ではなかったようです。好きなことに熱中するタイプだったようですね。アインシュタインはその後スイス特許庁に就職しました。ここでの仕事は彼にとっては地味なものでしたが、理想的な環境でした。特許庁での勤務中にも彼は物理学の研究を続け、後に彼を世界的な物理学者へと導く重要な業績を成し遂げることになります。そして26歳の時、彼にとって奇跡の年が訪れました。たった1年の間に光量子仮説、ブラウン運動、相対性理論という3つの偉大な理論を立て続けに発表したのです。光量子仮説は光の性質に関する革新的な考え方でした。光は波であると同時に粒子でもあるという2つの状態を兼ね備えていると主張しました。この考えは当時の科学界において新しすぎて、多くの人々には受け入れられないものでした。しかしこの仮説は後に続く科学者たちによってさらに研究されました。その研究の結果、
20世紀に最も発展した学問の一つである量子力学が誕生したのです。次はブラウン運動についてです。ブラウン運動は水中の花粉などの小さな粒子がランダムに動く現象です。これは目に見えない水分子が粒子にぶつかることで起こります。アインシュタインは実際に水分子とぶつかった粒子がどのように動くかを計算によって求め、アインシュタインの関係式と呼ばれる式を導きました。その後フランスの物理学者ジャン・ペランがブラウン運動の精密な実験を数多く行い、統計的にアインシュタインの式が成り立っていることを証明したのです。今では学校で当たり前のように教えられていることですが、物質が原子からなるという事実が確認されてからまだ100年しか経っていないのです。そして1916年、アインシュタインは37歳の時に一般相対性理論を発表。1921年には光量子仮説の功績が認められノーベル物理学賞を受賞します。そして1955年4月13日、アインシュタインはラジオ放送の打ち合わせの後、胸の痛みを訴え倒れました。その後病院に搬送されましたが、5日後に78歳でその生涯を終えました。アインシュタインの最後の言葉については興味深いエピソードがあります。彼はこの世を去る瞬間何かを語ったのですが、その場にいた看護師はアメリカ人で、アインシュタインのドイツ語を理解できなかったため、偉大な物理学者が最後に残した言葉は永遠の謎となってしまいました。アインシュタインは何を言い残してこの世を去ったのでしょうか。意外とカップラーメンが食べたいとかだったのかもしれませんね。アメリカフィラデルフィアにあるちょっぴりホラーなムター博物館、そこにはなんとアインシュタインの脳が展示されているのです。アインシュタインほどの天才ともなると、亡くなった後も脳に興味を持たれ研究に使われてしまうのですね。なんだか人間って怖いですよね。少年時代から天才と言われ偉大な物理学者となったアインシュタインですが、彼はどんな人柄だったのでしょう。アインシュタインは数々の天才的な偉業から異端で気難しい人のように思えるかもしれません。しかしこの有名な舌を出した写真からは彼のユーモアのセンスが感じられます。この写真は彼が72歳の時で、カメラマンに何度も笑顔を求められてうんざりしていた彼が見せた一瞬の反抗的なジェスチャーでした。アインシュタインのお茶目な一面を捉えた貴重な写真ですね。他にもアインシュタインの性格を表す興味深いエピソードがあります。毎日10時間以上は寝ていたという話や、服装には無頓着でいつも裸足で過ごしていたという話もあります。やっぱり天才は変わり者なのでしょうか。アインシュタインは生涯のうちに大学の講演などで何度も日本を訪れました。日本の文化や社会に深く触れたアインシュタインは、日本人について今まで知り合ったどの民族よりも気に入っていると述べました。そしてさらに、日本人は謙虚で知的で芸術的センスがある、そして責任感と思いやりユーモアまであると、まさに絶賛の嵐だったのです。日本の美食にも心を奪われ、天ぷらや佃煮の味を特に気に入っていたそうです。みんながこの日本という国をもっと愛して尊敬すべきだ、そんな言葉までアインシュタインは残してくれました。そんな風に言われると、私たちも日本という国がまた誇らしく感じますね。
アインシュタインは平和主義者であり、原爆の投下には反対の立場をとっていました。しかし、彼の科学的な業績が残念ながら戦争の道具として利用されることになってしまいました。そのことに彼自身は深い悲しみを感じていたのです。1949年にはノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹とアメリカで会い、日本に原爆が投下されたことについて何度も謝罪したという話もあります。この出来事からアインシュタインが科学者としての責任と倫理観を強く抱いていたことがわかります。彼の知識と才能が世界の平和と人類のために使われることを願っていたことでしょう。アインシュタインが発表した相対性理論には特殊相対性理論と一般相対性理論の2つがあります。ここでは一般相対性理論について説明しましょう。一般相対性理論では重力について詳しく語られています。私たちは日常的に重力の影響を受けていますが、アインシュタインはこの重力を時空の歪みと捉えました。この概念をイメージしやすくするためにゴムでできた線と球体の例を考えてみましょう。一本の線に球体を置くと線がへこみ、さらにもう一つの球体を線の端に置くと傾斜に沿って真ん中に寄っていき、最終的にはぶつかります。これを宇宙空間で考えると、大きな天体が存在することでその周囲の時空に歪みが生じ、見えない傾斜が形成されます。アインシュタインはこの見えない傾斜こそ天体が回る原理であると説明しました。つまり地球が太陽の周りを周回するのは太陽に引き寄せられる力と宇宙へ押し出そうとする遠心力が釣り合っているからと解釈したわけです。一般相対性理論は宇宙の動きを説明するための確固たる基盤となったのです。アインシュタインは質量が大きな物体は周囲の時空をより強く歪め、その結果周囲の物体をより強く引き寄せる力があると述べました。これは宇宙望遠鏡によって撮影された銀河群の写真ですが、写真をよく見ると銀河の周りに湾曲した光を見ることができます。この現象は光でさえも重力の影響を受けることを示しており、重力レンズ効果として知られています。このように重力によって生まれた時空の歪みはあらゆる物質を歪めます。アインシュタインが語る時空の概念には単に縦、横、高さといった空間だけでなく、時間も変化するという意味が含まれています。ただこの理論を完全に理解するには特殊相対性理論についての詳細な説明が必要なので、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。重力が強い天体から逃れるためにはそれに応じて大きな速度が必要になります。地球からの脱出速度は時速約4万キロメートルですが、ブラックホールのように極めて質量が大きく重力が強い天体では脱出速度は光の速さにも匹敵します。光でさえ脱出できないため、ブラックホールからは何も抜け出すことができないとされているのです。例えば宇宙の旅を夢見るあなたがロケットに乗ったとしましょう。地球の重力を克服するためには時速約4万キロメートルの速度が必要です。しかしこの速度に達しなければ、どれだけ努力しても地球から抜け出すことはできません。光は1秒間に地球を7周半も進むことができます。途方もない速さであることがわかりますね。アインシュタインの洞察力は宇宙の最も謎めいた現象の一つ、ブラックホールの概念を生み出しました。
光さえも脱出できないほどの強大な質量を持つ天体が本当に存在するのか。これこそがブラックホールの着想の始まりでした。現代の天文学ではブラックホールの存在が確認されており、その実態も少しずつ解明されています。ブラックホールは大きな重力を持っているため、光ですら脱出速度に届きません。これはつまり、この世のすべての物質はブラックホールの重力圏に入ったら抜け出せないことを意味します。また、ブラックホールはただ物質を飲み込むだけで、どんな情報も発することはありません。ブラックホールといえば、中心が真っ黒のイメージがあると思いますが、あれはたとえブラックホールの中に光があったとしても、それが観測者の目に届くことがないから真っ黒なのです。宇宙にぽっかりと開いた黒い穴のように見えるからこそ、ブラックホールと呼ばれているのです。光ですら脱出できず、何の情報も発しないなんて、ブラックホールって本当に恐ろしい存在ですよね。アインシュタインは今から約100年前、一般相対性理論から一つの数式を導き出しました。これは、宇宙の未来を予測できるとてつもない方程式、アインシュタイン方程式と呼ばれています。そしてアインシュタインは、この方程式を使って宇宙の歪みを調べ、ブラックホールが理論上存在することを突き止めました。当時観測すらされていなかったブラックホールの存在を数学で導き出すなんて、アインシュタインの洞察力には驚くばかりです。しかし、アインシュタインは自身の方程式が示すブラックホールの存在を認めていませんでした。彼は光さえも逃れられないほどの強大な重力を持つ天体が存在するとは思えないと主張したのです。ブラックホールの概念を発見したアインシュタインですらその存在には懐疑的になってしまう。ブラックホールはそれほど不思議で謎に包まれた天体なのですね。アインシュタインは重力波の存在についても予言していました。彼は質量の大きな物体が高速で動くと、その周囲の時空が歪み、その結果として重力波が生じ、真空中を伝わると予言しました。重力波に関するこの予言は、アインシュタイン最後の宿題とも呼ばれ、その後の天文学者たちは、宇宙の重力波を見つけるため、研究を進めていくことになりました。そして2015年、アインシュタインの予言が実証される歴史的な瞬間が訪れました。アメリカを中心とする国際研究チームが人類史上初めて重力波の観測に成功したのです。これにより、アインシュタインが100年も前から宇宙のリアルな姿を捉えていたという事実が立証されました。改めて、アインシュタインの天才ぶりに拍手を送りたくなりますよね。それでは最後に、人がブラックホールに入るとどうなってしまうのかについてお話しします。ブラックホールという力強い存在は、その周りの時空や空間に強烈な歪みを引き起こし、宇宙の法則さえも曲げてしまいます。あなたの友人が、ブラックホールに近づくところを想像してみてください。友人はその強大な重力につかまり、ゆっくりと中心へと引き寄せられます。重力が強いほど時空が歪むため、友人は止まっているように見えるでしょう。そして、光の波長が伸び、赤く輝きながら、最終的にはブラックホールに飲み込まれてしまったように見えます。ブラックホール内では、友人の体は異常に伸び、最終的には紐状になって引き裂かれてしまいます。この現象はまるで、ムンクの叫びのような恐怖を感じさせるでしょう。引き裂かれた体は、さらに素粒子レベルまで分解され、
ブラックホールに完全に吸い込まれてしまいます。これがブラックホールに入った人の運命です。絶対にブラックホールには近づかないようにしないといけませんね。ここまでアインシュタインによる数々の天才的な理論についてお話ししてきました。しかし、アインシュタインは自らを天才だと思うことはありませんでした。私は天才ではない、ただ一つのことに長く向き合ってきただけだ、という言葉を残しています。そういう謙虚な姿勢も、アインシュタインが多くの人から尊敬された理由の一つなのでしょう。天才だと思われているアインシュタインも、天ぷらが好きな普通の人間の一面もあったんですね。私たちもアインシュタインのように、何か一つ、人より打ち込めるものを見つけていきたいですね。このチャンネルでは、宇宙についての解説を続けていきます。興味を持っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴いただき、ありがとうございました。宇宙ガイドのレイでした。